こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ついに我慢できなくなったので、新企画始めました。土地狂ってるの？とりあえずゲームの難易度は久々のハードコアで、他はいじりません。シード値はいつものランダムです。やっぱりドキドキしますね。ともかく詳しい説明求むわよ。それがですね、今投稿中の高さ縛り企画がもしかしたら終わりが見えてきてて、ぼちぼち次の企画を考え始めたんです。そしたら、気づいたらダイヤ掘る口実ばかり考えている自分がいるんです。怖いです。こっちが怖いわ。そこでもう、ブランチマイニングは別企画で独立させようかなと。さて、スペック的に最初はカクカクです。収録データも開始1分ほど訪れが訪れるでしょう。あ、テリーガールエタ。テリーガールエタ。そういえば、開幕直下掘りをせずプレイするのは2年ぶりです。どうでもいいけど、なんで羊に殴りかかってるの？剣作ってからでいいでしょうに。縛りの関係です。この企画はダイヤと金にこだわりますので、2点縛りを追加しました。まず1点目、武器防具道具はダイヤ製以外使用禁止です。木製や鉄製などは使いません。ダイヤ製を禁止する縛りではなくて、逆にダイヤ製だけなのね。そして2点目、食料は金製以外使用禁止です。つまり金は食べ物、というか金だけが食べ物というわけね。まあどちらもダイヤや金が集まり出したらないに等しい縛りです。中間材料的なものを除外しました。で、早くも作業台が完成です。早いわね。いつもなら10時間台でかかるのに。まあさすがに私も地上の気を取ればざっとこんなもんです。でも、まだ武器も防具も道具も作れないわね。いきなり作れても味気ないですから。さて不要物はポイポイして、草原か砂漠、サバンナを目指します。そうなるわよね。探索始めてすぐサトウキビを見つけました。ゲーム開始直後に入手できるのはありがたいです。地図がないとどこ歩いているかわからなくなるんですよね。デバッグ情報の座標で確認したらどう？当面自粛です。縛りではないですが、やっぱり目で見て判断するのが好きなんです。さてと、あれ、鉄とレッドストーンがない。気づくの遅いわよ。少し進むと湖が見えてきましたが、草原も砂漠も見つけたい時にはないものです。まあもしバイオームがあっても村か砂漠のピラミッドがないと意味がないんですけど。村の宝箱じゃめったに金もダイヤもないわよ。ピラミッド見つけたいところね。でも、村なら人参が大抵手に入ります。金の人参は回復量も隠し満腹度も金リンゴを凌駕してるので、できれば金の人参を食べたいところです。もう拉致が開かないので船出します。船なら満腹度が減りません。これもしダイヤの船が実装されてたら、木製の船も使用禁止だったの？もちろんです。湖の先に川がありました。通れないですね。確認しなくてもわかるでしょ。さて、ここで満腹ゲージが波打ち始めました。ついにゲーム開始時の隠し満腹度が空になったようです。ここからは比較的に飢え死にまでわかりやすいわね。さて、湖から川に、そして海に出たら草原バイオームが見つかりました。ラグさんが暗躍中のようで固まってます。まあ船にかまってる場合ではなくて、村を見つけないと。見つからないとワールドロスとね、一回目の。さて原木取り足して少し進んだところですが、ようやく見つけました。え、もう村見つけたの？最大地図でも数箇所しかないのに。いえ、見つけたのはピラミッドです。なんで草原から見つけるのよ。私もびっくりしました。さて、入り口の土を壊して念のための逃げ道確保です。めったなことではモブは湧かないんですけどね。防具ないしクリーパーで一撃しやるわね。大丈夫そうです。
さて、降りてみましょうか。さっき原木取り足したのはピラミッドでお宝取るのに階段作らないとと気づいたからです。どうでもいいけど暗いわよ。木炭で松明作りなさいよ。今はまだ作れません。なんで？かまどはダイヤ製のがないから作ってもいいんでしょ。その丸石製のかまどを作るのに丸石が不可欠です。で、今はまだダイヤツルハしないですから。何気に面倒な縛りね。クリーパーに丸石採掘頼んだら？テリーごと。うおー来た。食料来た。階段の最後のブロックを置くとチェスト埋まっちゃうのが嫌なので、チェストは片付けておきます。意味はないです。うおーさらに来た。これで一気に食料危機を乗り越えられそうです。で、最後が、嘘まさかのダイヤなし。なんでエメラルドなんですか。マイクラやっていてピラミッドのお宝に期待したの超久しぶりなのに。今ダイヤ見つかったら大いに喜んだのに。物欲センサーが全力全開だったからよ。さてピラミッドホテルで一泊し、すがすがしい朝を迎えました。食事はセルフサービスなのでリンゴ取りに行きます。夕べは夜更かししたし、外には何かはいているかしら。特に緑の。警戒した方が良さそうです。早く時計欲しいです。さて、ピコリモードに入ります。と言っても素手で伐採するわけですが。いいな悪魔は満腹ゲージなくて。もしあったら昼でも襲ってくるんじゃないの？原木取って葉っぱを自然消滅させる作戦で3分経ちますが、一向にリンゴが手に入りません。葉っぱからのドロップ確率 0.5% という予備知識はあったのですが、自然消滅でもドロップするんでしたっけ？もういいや。破壊の満腹ゲージ消耗は大したことありません。一回一回はね。なんか、気づいたら雲が近くに寄っているんです。夕暮れ時に襲われるはずなのでちょっと怖いんですけど。少しまた距離を空けます。そろそろリンゴに会えなくて寂しがるお年頃なのですが。葉っぱむしるお年頃なのね。うおー、寄ってきてる寄ってきてる。どこ？うおーなんでそんなピンポイントに。あ、多分あれだ。きっと原木の真下は明るさレベルが一段下だからだ。偶然とは思いにくいし、負の走行性というやつね。さて、作業開始から6分、ようやく一つ目のリンゴ入手です。で、気づいたら作業開始から満腹ゲージのハートが一つ減ってるんですけど。金のリンゴの回復量は2だから、実質ハート一つの増加ね。いえ多分ですが、満腹まで食べなくても隠し満腹度が増えるはず。実質ハート6個分です。さらに2分でハート一つ減りました。こういう届かないのは気になります。まあ放っておいても消えますけど。で、リンゴが出にくいのでもう金リンゴ一つで我慢しようかなと迷いつつ、一つ目作ることにしました。金リンゴ二つ確保するべきでしょ。飢え死にしたらワールドロストよ。でもここまでリンゴ運悪いし。それになんか村があっさり見つかってリンゴの努力が水の泡になる気がするんです。で、レシピを忘れたのはいつものことよね。金のリンゴの場合は昔のレシピとごっちゃになります。ようやく初の食料ゲットです。が、もう夜。さて明くる日、なんと20秒で2つ目ゲットしました。この2つがあれば村を見つけるまで生きながらえるかも。やっと希望が出てきました。あら、金の人参の分が。作るの一つだけにした方が良かったんじゃないの？少し迷って、さらに溶岩バケツを武器にすることにしました。未経験ですがなんとなくなんとかなりそうな気がします。食料入手で浮かれて判断力鈍っているのね。さて、では改めてダイヤ求めて地上探索再開です。ピラミッドのあった砂漠は調べてみると小さくて、再び船旅です。大陸の海岸沿いに進んだら、寒い気候に入ってしまいました。ただの勘ですが、こっちはもうないかな。反対回りで草原や砂漠を探します。地
き返して4分でようやく、また砂漠を見つけました。といったところで今回はここまで、続きは次回です。ちょっと待って。ダイヤ1万個集める動画のパート1がダイヤ0個というのはどうなのかしら。ほんと集めるの？はい。ダイヤ1万個と上位金リンゴ1スタックを集めます。死んだらチャラで新ワールドです。まあ気長に息抜きで進める企画なので、でもいつか達成したい目標の一つなので地道に頑張っていきます。果たして終わるのかしら。それではまたね。バイバイ。